えどうも皆さんこんにちは伊藤健太郎ですこんにちは、えー、お集まりいただきまして本当にありがとうございますやっとこの作品があのお届けできること非常に嬉しく思っておりますそうですね僕北野という役を演じさせていただいたんですけれども学生時代と あの現代になった時のギャップが一番激しい人間をやらせていただいたのであのそこの演じ分けっていう部分はすごく意識しましたし特に現代の方の北野ってほぼほぼ喋らないのでそのお芝居というかあの喋らずにその北野の感情だったりどういう今ポジションにいるのかっていうのを伝える部分はすごく意識して、えー、お芝居させていただきましたね。 一人一人ここが良かったよみたいな、ね。<laughs> 確かに確かに欲しいですね。い,い,いただきますか。いいじゃあ一人ずついい。<laughs> おしがりみたいな。<laughs> と伊藤さん、はいはいあの本当さっきもちょっとおっしゃられてたんですけど、あの現代って本当にセリフがないんですよ。すね、こうセリフがないお芝居ってあの本当に難しくて。 そ,のそこでこう表情だけでこうどうやってこう <laughs>、ね、表現するかって本当にす難しいと思うんですけどそれをもう見事になんか演じてくださったなと思ってなので本当に1話、ね、今日ご覧いただいたと思うんですけど6話までこうどういう変化があるかっていうのをちょっとこ,こも注目しながら見ていただきたいなと思ってでもセリフなくてラッキーみたいなことを言ってないし全然言ってないですよもセリフが欲しくて欲しくて。 本当にあの,、はい、あの主演って本当にすごく大変なことだと思っていてなかなかこう現場も大変ですしこう周りをこう気にしながらっていうところでいうと本当にこうたくさんのこうスタッフキャストを気にかけてくださいながら、えっと、作品取り組んでくださったのが本当にこう自分にとっても助けになったなと思いますしで小野さんは本当にこうあうん。 ですか。<laughs> アンサーはいい。<あ>もうちょっとありますか。<laughs> す,すごい欲しがりい,いやもう <laughs> 本当に素敵な俳優さんだなと思いました。すみます。ありがとうございます。はい、えー、本日はお集まりいただきまして本当にありがとうございました。あの本当にこの作品はまあ見ている方々に結構ザクザク割と鋭利に。 え突き刺さるような内容の作品にはなっている部分もあるんですけれどもあのそこから生まれるいろんな感情っていうのがなんかこの作品の醍醐味でもあり面白いところでもあるのかなと思いますのであの僕はあのこの4人との信頼関係はもうないんですけど作品は本当に面白いのであのぜひともたくさん見ていただいて、えー、いろいろ考察とかもできるので楽しんでいただけたらなという,ふうに思っております。本日はありがとうございました